はい、こんにちは、なるかみです。夏も終わり、まあ、秋といえどまだまだこう秋の深まる感じではなくて、ちょうど僕そうですね、プロヴァンスで働いた時に、まあ、この9月10月っていう時って、まあ、南仏にお越しになるお客様に対しても秋料理っていうイメージは来ないので、そこでやっぱりこういう微妙な季節ってどうするっていうのもあって、でその時にあのタンパクというかこう鶏とか子羊とかね、あとは豚とか、あとは子牛とか、ああいったちょっと白身に近いお肉をローストしたものなんかのおソースにマーブル状に仕上げたおソースをお出しして、少しプロヴァンスらしさもあり、でもあったかい料理でもこう表現できるようなおソースがありまして、でそれを今日はあえてこう、まあ、よくねカルパッチョなんてよく聞く、そのお魚のね、なんかフレッシュなお魚のお刺身料理みたいなものにちょっとやってみようかなと。これあのよく一般的なプレーンヨーグルトなんですけど、1日リードペーパーとかでねザルを当てて、水抜きします。そうするとこう一晩でこれぐらいしっかりとお水が落ちますね。でこのお水はねもう使わないので、ただこの今いわゆるそのフレッシュヨーグルトみたいな状態のものはこうできます。で水抜くときに例えば少しレモンをね軽く絞って混ぜておいて、例えばこうそうですね、あのよくあのどこでも売られてるプレーンヨーグルトだと多分450から500ないみたいな感じのものに対してレモン汁が大さじ1杯ぐらいにこう混ぜてぐじゅぐじゅっと混ぜたら、ザルとリードペーパーに開けると、そうするとこうフレッシュヨーグルトみたいにできますと。はい、でこれをねあえて水抜いたんですけど牛乳とか足して少しミルキーにして、一つのヨーグルトソースにしちゃいます。で2つ目はバジルソースですね。これはバジル 15g、 葉っぱの状態にしたものは 15g、まあ1パックよく売られてるのが大体 20g ぐらいのパックで売られてるので、葉っぱにすると約 15g ということで、まあ約、バジルは 15g の葉っぱ、そしてそこに、オリーブオイル、これはエクストラでもいいですし、まあ、市販の、まあ、いわゆるお安い炒め用のオリーブオイルでも結構です。これが 80g で、ニンニクを 10g、 これはまあ皮を取って芽を取って、少しまああの混ざりやすいように少し切った方がいいかもしれないですね。でそこに塩が 5g と胡椒、白胡椒を 2g 加えて、ただそれを全部合わせたのをジューサーミキサーバーって回しちゃいます。そうするとなんか、まあ、冷蔵庫に型を置いとくとねオリーブオイルがね固まるんで、まあ、少し取り出して常温にしておいてもいいと思います。ただジューサーミキサーでバジルを混ぜるだけですね。そうするとこうペースト状になります。バジルペーストみたいな。じゃあ少し取り出しましょう。もうこれは混ぜるだけで出来上がったソースなので、ちょっとね常温にしておきましょう。オリーブオイルは固まりやすいので、まあ、常温にするということですね。でヨーグルトはヨーグルトソースとしてここに牛乳を加えます。そうですね、牛乳は今取り出して結構固めのヨーグルトというかフレッシュチーズ状態になっているので、大さじ1から2杯ぐらい溶いていきます。ちょっとこうぼってりぼてっとはしますが、あえて水抜いてから牛乳で整えて、ソースの方がねミルキーで味が濃くなるんでね、こんな感じです。元のヨーグルトぐらいみたいになっちゃいますけど、でもね味がしっかりします。こんな感じでと、ちょうど最初のヨーグルトみたいな感じにちょっととろっとした、これも一つのソースとして考えます。でもう一個タプナードって言われる、まあ、フランスでいう調味料というか、まあ、そういうブラックオリーブ、まあ、オリーブ と、アンチョビとケイパをミックスしたものをタプナードっていう、まあ、ペーストになります。それにはケイパ、アンチョビ、ちょっとこう油切ったものですね、でブラックオリーブ種抜いたもの、まあ、グリーンオリーブでも大丈夫ですよ。
これもまた何か、まあ、手でやってもいいですし、ちょっとグズグズっとした感じが良ければ手でやってもらっても結構ですし、ジューサーミキサーかけてもらってもいいです。僕はちょうど回るぐらいの、オリーブオイルを加えながらハンドミキサーで回しちゃいます。でこれでハンドミキサーでグズグズオリーブオイルをこうギューッと加えながらちょうど回るなみたいな、で回したらこういう黒いペーストができます。でこれも取り出したら、セパレートするんですが、ここにエクストラバージンオリーブオイル結構加えていって、もう少し滑らかにしていきます。でこれがねちょうど本当にこう色の割には爽やかなプロバンスの香りがするオリーブとこの感じがね出ます。でこれらを使って、マーブル状に仕上げていくんですが、まあお皿はね夏場だったらガラスのお皿とかねそういうのを使っていくといいと思うんですけど、今日はねどうしようかな、まあ普通に白いお皿使っていきましょうかね。